イズ具志堅用高。戻りなさいよ。何でするんですか。クイズ具志堅用高です。クイズ。私司会を務めます五里堅用高と申します。よろしくお願いします。はい。あ、よう似てますよ。五里堅用高です。あ、似てます。お父さんの名前は。具志堅用高です。じゃあ入来た。はい、さい。はい、さい。そこでかけます。はい。はい。今日は何で呼ばれたか分かってますか。いや、まだはっきりしないけど、ゴリさんの一部。ゴリケンよ。はい、ゴリケンよ。具志堅さんのクイズ番組。ゴリケンさんが出すの。はい。具志堅さんに関する問題です。全問正解する自信は。俺の関する問題と全部分からないといけないでしょ、100%。その代わり、全問正解すると、サーターアンダギーをプレゼントします。ああ、サーターアンダギーね。サーターアンダギーは、さっき楽屋にあったよ。その場合全問正解したらです。全問か。はい。イエス、ノーマン。四択です。四択っていうのは難しいよ。何択にします。せいぜい三択でしょ。四択は難しいと思うよ。三択にします。三択しましょう。だいぶ優しくしましたからね。急遽三択に変えます。それでは行きましょう。クイズ具志堅用高。第一問。以前具志堅さんが沖縄新喜劇のゲストに来ていただいて、舞台の本番中、ことわざの問題を出しました。例えば、猫にというと、皆さん手を挙げて、小判。猫に小判。正解です。具志堅さんに出した問題、腐っても丸も。さあ、具志堅さんは何と答えたでしょうか。1番、腐っても鯛。2番、腐ってもサバ。3番、腐っても無理して食べる。いった。これ3番です。腐っても食べれ。食べないです。食べれ。それは三択に入ってないですね。腐っても食べれ。3番。それ4番になりますね。3番は腐っても食べる。今具志堅さんが言ったのは腐っても食べないって急に変わりました。いやいや、腐っても食べるって。食べるんですね。食べる。腐っても食べる。正解は3番です。よっしゃー。おめでとうございます。はい、正解をしましたけれども、はい、世の中的には不正解です。何で。正解は腐っても鯛です。なんで。意味がある。意味があるの。腐っても鯛。はい。あ、そう、知らなかったね。例えば具志堅さんは天然とかって言われてますけれども、腐っても鯛です。腐っても食べれるって言ったよ。そういう昔の貧しい話であります。あの人ああいうところダメかもしれないけど、でもやっぱりタイなんだ。要するにブランドがあるんだよ。すごい人なんだよ。あ、それ聞いたことないですね。小さい時からあるんだ。具志堅さんは生まれる前からあるはずです。じゃあ話を戻しましょう。腐っても食べるんです。こんなの大丈夫から食べっていうのも言われたよ。危なくないですか。自信はしないって言うもん。食べるんですか。いや、食べたことはあるよ。なんか大丈夫でしょ。自信はしなかった。正解は腐って食べても死にはしないから。一問正解です。おめでとうございます。第二問、クイズ具志堅用高。テレビの収録の控え室で加納姉妹と一緒だった具志堅さん。加納姉妹の大きな胸を顔見しながら具志堅さんが発した言葉で、加納姉妹が引きつったセリフとは。1番、大きいですね。2番、素晴らしいですね。3番、パンチンググローブみたいだね。3番はテンション高かったね。はい、ダウンタウンデラックスの本番前でした。今からダウンタウンデラックス始まります。袖の方まで来てください。で、具志堅さん、加納姉妹で並んでる時に、ね、具志堅さんがもう真横の、特にお姉さんの胸をこうやって見ちゃうんです。で、加納京子さんは一瞬びっくりしたけど、具志堅さんはこうやって見てるから、見たいのかなと思って、わざと具志堅さんの胸をちょっとこうやって見せたんです。そしたら具志堅さんがその一言を言って、え、その例えっていう顔をしたんです。何なんでしょう。パンチングローブ。3番でよろしいですか。3番。正解です。いや、あははははじゃない。なんでそのこと言ったんですか。形がすごい強かったもんで、それで興奮しちゃって。興奮しちゃったんですか。はい。ちなみにじゃなかったんです。ガン見でしたもん。いやいや、興奮ないからええからでも。
胸が俺の目の高さにちょうど息にあったんですよ。ストレートのストレートの方見えたんですよ。てか2問正解そうですな。第3問です。いい線じゃないですか。いいですよ。いい線ですよ。目が充血していた具志堅さん、メイさんに目薬を借り刺したかったがさせなかった。なぜ目薬をさせなかった。1番目薬が空だった。2番目薬がまだ未開封だった。3番刺す方の逆の目を開けていた。これ大阪だな。関西テレビの。関西テレビですね。です。はいはい。3番なんでそんなことが起きるんですか。あれは不思議なんだな。これが相手のところで、これ死ねとって入れちゃったんだよな、これ。ジャンプと横でゴリゴリ、まぶたが濡れる。じゃあおかしいです。刺す方を開けるんですよ。刺す方をつぶるからずっとまぶたが濡れるはずなんです。まあ、それ落ちたよな。いや、あれは本当に偶然だね。いや、偶然じゃないですよ。開いたところに入れてるつもりなんだね。だけど、閉じたところに一生懸命叩いてるんだよ。本番中、具志堅さん、ずっと充血してた。そうか。おめでとうございます。3問正解です。ラスト問題。はい。これが当たれば素敵なプレゼントだよ。よっしゃ。ラスト。居酒屋の可愛い店員さんに声をかけた具志堅さん、どこの大学行ってるのと聞いたら、女の子は、あ、フェリス女学院ですと答えました。それを聞いた具志堅さんは何と答えた。1番へぇフェリス女学院。2番へぇフェリス大学院。3番へぇヘルペス女学院。一緒に、はい、六本木の図解です。行ったね、はい、ヘルプス学院って言って覚えた。3番正解。3番具志堅さんはヘルペス女学院って言いました。唇の周り水泡だらけの女学院ですよ、ヘルペス女学院。ヘルペスの、そっか。具志堅さん、お見事、全問正解です。ということで、素敵なプレゼント。全部覚えていたね、これ。なんとですね、はい、あの具志堅さんが大好きな清香の、はい、ヌーヌーが作ってくれた、サーターアンダギーをプレゼントします。うん。楽屋で1個食べましたね。その楽屋から持ってきたやつです。感謝。ということで、全問正解です。ありがとうございました。いやー覚えてたよ。ライオン。しまったんがついた。んじゃな。ナポレオン。がついた。昔。なんだついた。虫。もういいよ。YouTube ゴリ沖縄チャンネル始まりました。